オウム心理教の兵器では、オウム心理教が購入、開発した兵器について解説する。自動小銃ソ連軍が採用した、自動小銃 AK、AK-74 をもとに、銃の密造を企てた。AK-74 は、朝原の命名で、ナーディー、弾薬は、プラーナと呼ばれていた。目つぶし用、レーザー兵器通称、リンポ輪ライヒデオが開発した。実際に、 交渉人、役場事務長逮捕監禁致死事件で使用されたが、効果はなかった。朝原の提案で、競争場に照射して、番狂わせを起こし人儲けしようとしたこともあり、平田真が実行したが成功しなかった。また、1994年には、井上義弘や、現役自衛官の信者らが、広島市の三菱重工研究所に侵入し、レーザーに関する軍事技術のデータ書類等を、 窃盗した。広瀬健一によると、レーザー兵器開発の始まりはサハラが、ノストラダムスの予言に出てくる、県をレーザー兵器、酒を ICBM と解釈したためである。中川智正によると、レーザー兵器開発の歴史は古く、新離島惨敗前の1989年春から始まっていたという。またトラックに搭載したものもあり、地下鉄、 サリン事件捜査拡乱のため警視庁の警官の目を狙う話もあったが、車両が事故で警察に見つかっていたので中止された。改造拳銃も暴力団員の信者から譲ってもらったが、激震が歪んでおり、暴発の危険があった。特殊専攻艇1991年12月、大海中都市構想を企てた朝原が、その手始めとして村井らに明治建造させた。発端は、 富田隆が映画、彼女が水着に着替えたらに潜水艦が出てくることを話していたところ、朝原がオウムでも潜水艦ぐらい作れると言い出したことであるという、教団の雑誌、エンジョイ・ワピネスに掲載される予定だった。動力源はディーゼルエレクトリック機関を目指していたが開発が進まず、やむなく試作機の動力源は人力となった。しかし、 操縦士役の橋本悟曰いわくその外観は、ドラム缶2本を連結し、側面に穴を開け、その部分にコックピットのような形で透明な洗面器を取り付けたものという、先工程とは名ばかりの粗末なものであったという、静岡県沼津市の沼津港で浸水式と試運転を行ったが、ハッチの不具合と水圧により、浸水直後にクレーン車ごと沈没、 橋本が内部に取り残され、教団関係者も立ち去ってしまったため、地元のダイバーに救出された。後に彼は裁判にて潜水艦が沈み内部に取り残されていた時は、そうまとのように今までの人生が思い出された。オウムに巡り合っていなければ、と開墾の供述をしている。爆薬、中川智正や土屋正みらにより、黒色火薬、RDX、ペトン。 TNT, HMX, ニトログリセリンが製造された。黒色火薬は、島田博美核爆弾事件で、RDX は、東京都庁小包み爆弾事件で使用された。火炎瓶東京を総本部火炎瓶事件で使用した。プラズマ兵器朝原は、第三次世界大戦で、NBC 兵器を凌駕する、プラズマ兵器、構成反射法が使用されると語っていた。 そこで岡村鉄工から奪い取ったプラズマ切断機を参考に兵器を作ろうとしていたが失敗した。他にも村井は ICBM や衛星攻撃兵器などオウムの規模では無謀な構想を思いついては部下に作らせようとしたため広瀬や土屋は対応に苦慮したというオウム心理教の国家転覆計画11月戦争以外のテロ計画及び 土屋まさみ兵器と違法薬物の製造も、参照サリン、池田対策サリン襲撃未遂事件、滝本太郎弁護士サリン襲撃事件、松本サリン事件や、地下鉄、サリン事件で使われた毒ガスで、1993年8月に、土屋まさみが製造に成功する。サリン70トン製造を目指して、サリンプラントの建設も試みた。教団内の隠語は魔法を使いサリーから取られた。 魔法、魔法使い、サッチャン、サリーちゃん、または、妖術、S、チャチャ、朝原は、サリンは、原爆と違って建造物が残るため、省エネ原爆だと説明していた。VX1994 年9月に、土屋が製造に、成功、主に教団に敵対する人物の殺害に使われた。松本サリン事件で、サリンが有名になったことによる、代替物としての意味もあった。 教団内の陰語は土屋が命名した人通力。井上義弘によると、ザンダリーという陰語もあった。朝原は VX を使用することを引っ掛けると表現していた。生産ガス1994年に土屋が生産ガスの製造に成功した。後に警察の捜査拡乱のために生産ガスの原料であるシアン化ナトリウムを使って新宿駅生産ガス事件を起こすことになった。 ホスゲン1990年秋より研究を開始した、ホスゲンプランと計画もあった。しかし、同年、国土法事件で、熊本県警の強制捜査が入るとの情報を得た、ため、製造装置を解体し中断した。捜査した熊本県警は、まさか毒ガス製造装置があるとは思わず、発覚することはなかった。その後1994年に、新見ミ光らが、 坂本弁護士一家殺害事件とオウムを追求していたジャーナリスト江川翔子宅に散布し江川に全治2週間の障害を与えたイペリットガス1994年頃にイペリットガスの製造に成功した因果はおでんだったとの説があるが藤永構造がおでんはないと否定している外部に漏れ出て信者に火傷を負わせたことからスパイの仕業ということになり疑われた 男性信者が殺害された。ソマン1994年3月に土屋がソマンの製造に成功した。サリンの方がコストが若干安いので量産されなかった。ボツリヌス菌ボツリヌストキシン・エンドウ・セが、トカチ川流域で土を採取、中川智正、村井秀夫らと共に分離、培養を試み何度か散布したが効果はなかった。 教団内の因語は、ボツリヌストキシンから取られた、T、ボーツちゃんから取られた、ボッチャン。ボツリヌス菌によるテロの着想は、1989年の4月に、朝原の四女、松本里志孝が生まれた際に、出産に立ち会った、遠藤誠一が朝原に対し、乳児には、ボツリヌス菌が含まれる蜂蜜を与えないようにと、進言したことにあった。これにより、 ボツリヌス菌に興味を抱いた朝原はさらに遠藤から、ボツリヌス菌は世界最強の毒で、これを東京で負けば中央線の沿線で数十万人が即座に死ぬと聞かされ、朝原は遠藤にボツリヌス菌の大量培養を命じた。その後、遠藤は早川の義よ新見智光らとともに北海道の奥尻島や石狩川の流域へ行き、 ボツリヌス菌が含まれる土を採取した。持ち帰った土のサンプルを取り、各部分を培養して、ボツリヌス菌を増殖させ、それをマウスの尻尾に静脈注射することで毒性を調べたが、マウスは死ぬことも生存することもあった。ベンチ規模、プラント規模で何度も培養を試みるが、結局生物兵器としてのボツリヌス菌、大量培養は失敗に終わった。朝原は、巻いたのは、 遠藤誠一の大腸菌であり、危険性はゼロだと主張した。炭素近況団内の因果は CC ちゃんの元素記号から取られた。1992年頃より、遠藤誠一によって培養が始められ実際に散布したが効果はなかった。軍事用が入手できず、無害化されたワクチン株を有毒化しようとしたが、成功しなかったとされる。入手元は不明だが、 遠藤の母校を帯広畜産大学から入手したという説がある。スーパー CC というものもあり、朝原らが横浜に巻いたが、効果はなかった。赤力金、エン遠藤聖一が、冷凍保存していた。エボラウイルス構想のみ、アフリカ救済ツアーと称して、朝原や、教団の医師らが、ザイールまで向かったが、ウイルス株の入手に失敗した。風船爆弾生物兵器を搭載する計画だったが、 1990年に国土法違反事件で波の村の教団施設に強制捜査が入り、証拠隠滅のため破棄された。開発を担当した上祐文広によると、どこに飛んでいくかわからないため、非効率であり中止されたという、ホスゲン爆弾ホスゲンを入れたカバン型散布装置。詳細は、オウム心理教の国家転覆計画、ホスゲン爆弾計画を参照。キリドンドン第一次。 池田大作サリン襲撃未遂事件で使用した農薬噴霧器。サリン噴霧者村井らが、ホロ付き2トントラックを改造、ガスバーナーと送風機による加熱機化式噴霧器を搭載し、第2次池田大作サリン襲撃未遂事件で使用した。製造を手伝った滝沢和義は、帰化中に火事になりますよと指摘したが、村井は受け付けず、実際にホロに引火して火災が発生し、 襲撃に失敗したばかりでなく、運転手役の新見友光が、サリンに被爆して危うく、命を落としかけるなど散々な結果に終わった。サリン噴霧者、村井、渡辺和美、藤永構造らが2トントラックを改造。前回の教訓から貨物室はアルミ製のものを使い、ガスバーナーは電気ヒーターに変更した。コンテナ上部のタンク内の液体を、 電気ヒーターで加熱した同様機内に落下させ、これを加熱して気化させ、それを大型送風船で外部に噴霧する。松本サリン事件で使用した、ボツリノス菌噴霧車、総価学会本部がある品の町を襲撃しようとした、炭素金噴霧車10トントラックを改造、高速回転する円盤で散布する仕組み。杉本茂郎などが、運転手を務め、上油文広、に意味。 早川則り浦最高幹部や、朝原も登場、散布を指揮したことがある。ウォーターマフハ、亀戸異臭事件で使用した、噴霧器、豊田徹が開発、六方円所村井が、東急ハンズで購入したおもちゃの液体噴霧器、名称の由来は、六方全書の形をしていたから、地下鉄、サリン事件直前の霞が関駅細菌テロ未遂で、ボツリヌストキシン散布用に使用された。 クルーザーマハーヤーナ号とバジラヤーナ号の2隻を保有していたマハーヤーナ号にボツリヌスキンフン向きを装備する計画があったヘリコプターソ連のミル設計局で開発されたヘリコプターでありロケット弾や対戦車ミサイルなどを装備させて武装ヘリコプターとして運用することも可能公安庁社長は軍用ヘリとし朝原は民用ヘリとしている 早川は1992年からの3年余りに21回、ロシアを訪れ、人材発掘と武器購入に、本走。1994年6月に購入した、旧タタール自治共和国で製造され、旧アゼルバイジャン共和国で使用された中古機であり、アゼルバイジャンからスロバキア、オーストリアまで陸上輸送された後、オランダのロッテルダム港経由で、 横浜港大黒府島まで海上輸送され、上喰式村の教団施設に運び込んだ。航空法に基づく飛行許可は出ておらず、飛行すれば法律違反であった。木部哲也がヘリコプター免許を取得していたが、敷地内でホバリングをしたのみに留まり、飛行することはなかった。試運転で壊れたとも伝わる。サリン噴霧に使おうとしたとされる。対して、朝原は、 説法会のために飛ばしたり、マハアポーポぽのパソコン部品を台湾から空輸するのに使うためと弁解している。ヘリの存在は強制捜査以前から地元住民に知られており、不信がられていた。加えてヘリを運ぶ貨物船2-24攻撃ヘリコプターの入手も企てていたとされる。ラジコンヘリサリン噴霧用に1993年11月に 宇都宮市で2機購入した。1機170万円。最高速度時速 140km。平均速度 100km の農薬噴霧用。ラジコンヘリであったが、キベが実機とレバーが違うのに戸惑い。操縦ミスで1機は木に激突。もう1機は急上昇して、操縦不能になり大破し放棄された。村井はこれに激怒しキベは事実上の降格となった。 バンジェワーンステーションバンジェワーンステーションウラン型原子爆弾1993年9月、朝原他20名ほどの一行はオーストラリアを訪問した。この時、有望なウラン鉱脈がある可能性の高い地域であるバンジャワンの牧場を人目につかない静かな土地が欲しいということで現地で不動産業を営んでいた日本人女性の仲介により約4000万円で購入した。 交渉には、朝原昌光、野田誠人、早川のりよが関わった。その後、小型飛行機2機をチャーターし、蒸気女性の案内で同地に向かい、外側カウンターを持ち、土地を調査した。朝原一行は、掘削機や発電機や実験器具なども持ち込んでいた。しかし、これらは、ほとんどが現地当局によって没収され、この時は、罰金50万円を支払った。 屈作機などは、現地で、約2000万円で調達し直された。核兵器の開発責任者は、科学技術省幹部の豊田徹で、豊田研究所という研究施設が開設され、核兵器の開発が行われた。その後、教団により研究施設は閉鎖され、撤収の最小小小物件は埋められたり、焼却されたりして隠滅された。同地は教団により2400万円で現地のある、 牧場を主に売却された。日本国内では、村井秀夫、野田成虎が愛媛県由利島など、瀬戸内海を中心に放射線観光フィルムで調査、したが成果は出なかった。また、ウラン鉱脈があることで知られる人形峠の調査を行い、中田清秀が、ロータスビレッジ建設のためという名目で土地の取得に動いたものの、地元の反対にあって頓挫している。 この土地取得の真の狙いは、ウラン採掘のためだったと考えられている。なお、ウラン濃縮は濃縮設備そのものの設備投資は、安く済むが、大変高度な技術力と大規模な設備とそれを稼働させるために、都市1個分にも匹敵する莫大な電力が持続して、必要とされる。オウム程度の規模と技術の団体では、たとえウラン鉱石を入手できたとしても、濃縮は不可能である。 それ以前にウランを日本に輸送する手段すらもなかったと思われる。野田は絶対実現しないプロジェクトなので気楽だったと語っている。また、1994年6月27日の松本サリン事件の9ヶ月前に、同地でサリン実験をしたという説がある。羊を稼働作で囲って密集させ、地下鉄に見立ててサリンを散布する実験が行われ、 羊の大量の白骨死骸やけの分析からサリンの使用痕跡が検出されたとのことだが野田は上記の入国検査でもわかるように現地にサリンそのものやサリンの原材料を持ち込むことも現地でサリンの原材料を調達することも不可能としてこれを否定オーストラリア人向けの陰謀論であるとしているちなみにオーストラリア当局から羊を処分せよと命令されたのは朝原が 羊に罪はないと言って断固拒否した話が残されている。サリンを製造した土屋まさみも動物実験はしない。動物を殺すと悪号になる。今の人間は動物より悪号を積んでいる。だから効果は本番で試すと語っていた。ありがとうございます。